レレーシアさん、ありがとう。不登校中の中1の子がまつりちゃんの切り抜きを見て、どうやってまつりちゃんは学校に行くようになったんですかって聞いてました。聞きたいけどスパチャはできないみたいです。マナー違反ですいません。マナー違反じゃないよ。ありがとうございます。まつりちゃん大好きです。なんだろう、ちょっとめっちゃどうなんだろうな、どうだったかな。あわー、これすごい、なんかすげえ生々しい現実を叩きつけるようなこと言うんですけど、マスイも当時中2の時に丸々行ってなかったんですよ。ほぼほぼ丸々行ってなくて、行ったとしても給食だけ食べて帰るみたいなとか保健室とかだったんだけど、なんかすごい周りの目が気になったのね。あ、マスイこんなに来てないし絶対なんか思われてるやん、笑われとるわ裏でと思ってたんだけど、多分その本人が思うより周りの人って気にしてないというか興味ないよね人に。なんだろうな、言い方がすごい悪くなっちゃうんだけど、そんな見られてないし特別扱いもされてないのでって思った、気づいたんよね祭りは、だって祭り今中学卒業したけど同じクラスだった子の名前さえ言えないもんそれくらい人に興味ないんだよ人は。本当に仲良かった子は覚えてるかもしれないけど、そんなに話した時ない人とかって覚えてないんだよね。だから自分のことで精一杯だから、まあ、なんかこれは本当に自分のタイミングでよし行こうって適当に思ったし、別になんか勉強しなきゃとも思わなかったかな。あんま良くないんだけど、こうやって言うの良くないんだけどさ、勉強しなきゃとは思わなくて、まあんまりいいと思うしたくてなんか目標があって、でそれに勉強が必要ならやった方がいいと思うけど、そうじゃないんだったら別にかなって思う。で覚えてなくない？覚えてないよみんな。あだ名なんとなくギリ思い出せるくらいじゃない？だからね、そんなことはどうでもいいのと、そうね、あんまり学校行けないなって本当に思ったら、そういう子たちだけが集まる中学とかさ、学校ってさいくらでもあるからさ、探してみるのも選択肢かなとも思います。祭りは自分が自意識過剰だなと思ってケロッとしていきました。中3からおはようとか言ってケロッとして、それ言われたよ。あ、めっちゃ言われた。まつりさ、こんなことあんまネガティブなこと言いたくないんだけど、勇気づけられるかわかんないんですけど、まつりも生徒会入ったって話したじゃん。で、その時に裏で言われてたの聞いちゃったことあったよね。そう、学校の子になんか絶対あんな祭りがなれるんだったら私でもなれるしみたいなの言われてたのも聞いちゃったけど、私でもなってないやんと思ってでもなったの祭りやんと思って、生徒会になったのワイやんと思ってね、なんとも別に思わなかった。そう、口だけだからそういう人って。だからまあ気にすることないと思う。自分を貫いた方がなんかいいと思うよ祭りはね。褒めてたんだよそんなだからあんまり思い詰めなくてもいいって難しいと思うんだよな。わかるよ。そん時はもうさ、そこがもう世界だからさ、うわ、言葉選ぶとめっちゃ難しいけど、本当に学校行けない時ってもう学校が自分の人生の全てだな。今てもうある辛さがこの世の全てなんだよね。しょうがないそんなことは。過ぎ去ったらね、そんなものはどうでもよくなるんだけど、そんなことどうでもいいんだよね。さ、祭り思うんだけど、止まない雨はないって言葉あるじゃん。でもさ、今降ってる雨が辛いからと思わん今降ってる雨が辛いんだけどってめっちゃ祭りは思う。だからまあこの前も言ったけど、それなりに逃げつつ、傘させそうな時にさせばいいと思うそう、だからなんか守るための傘どっかしらに用意しとくといいなと思いますね。家族でもいいし友達でもいいし、それがインターネットになってもまあいいと思うんですけど、頼れる場所をどっ
か1個だけ作っておくのはマジで、最悪ここに逃げようはマジで作っといた方がいい。本当にマジで作っといた方がいいよ。どこもダメとかは本当にダメ。ホロが傘になった？あ、そう、祭りでもいいんだよ祭りが傘になれるんだったら、傘になりますので、はい、祭りは逆になんか嫌なことあった時も、エゴスした時に祭りちゃん今日も可愛かったとかそういうツイートがあると、それが傘になってますのでありがとうございます。本当にね、まあなんか行けるようになるきっかけとかって人それぞれ違うから、あ、この子はこれで行けたから俺もこうしなきゃって思わなくていいと思う。本当に自分でタイミング決めて、しかも中学生でしょ。まあ、こんなこと言っちゃうとあれだけど、義務教育中はマジでね、なんとでもなるよ。ガチでなんとでもなる。ただ、まあ、なるべく高校は卒業したき、それくらいかな祭りから言えることは。そんな感じでございます。以上、はい、無理せず楽しんでいきましょう。もう頑張ってると思うんで、頑張りすぎないようにしましょうね、はい、ということで、続いてみましょう。3000回愛してるぞー。